では背中のトリートメントを行います。まず蒸しタオルで温めます。おお、温かい。今ちょっと腰が重たい感じなんですかね。はい、はい、ね、前は左の方が高かったんですけど、はい、それもなくなってますね。あ、本当ですよ。段差が段差がなくなりました。おお、なんかちょっとお辛いですか？大丈夫ですか？なんか横向きになってる。大丈夫です。大丈夫ですか？なんかあれですね、ちょっとしんどそうですね、特に左が。確かに ここがなんか、はい、突っ張ってますね。突っ張ってますね。はい、したらやっぱりちょっと普通に顔ここに入れていただいて大丈夫なので、はい、はい、の方が楽ですよね。はい、はい、本当なんか肌質とかも前より本当に良くなりましたよね。うん、多分こう、なんていうんですか、ちょっと嫌な言い方かもしれないですけど、肉付きが良くなったと思うんですよ。そう、あの前が本当に華奢すぎたので、今の方がちょっとこう体が程よく少し肉付きが良くなって、うん、なんか不思議ですよね、カップラーメンはやめたのに。いや、でもむしろなんていうんですか、健康的になったってことじゃないですかね。ちゃんと吸収できてなかったものがちゃんと蓄えられるようになってきたって感じじゃないですか。だってこう前言ってたのって、食べれなくなってるのが悩みみたいな話だったじゃないですか。なんか、そう、蓄えられなくなっちゃってみたいな、うん、で今蓄えることができるようになったっていうことですよね、多分。そうです。前よりちゃんとこう体に
必要な分が残るようになって、ここがめちゃくちゃ硬いんですよね。ここがなんか良くないですね。肩関節が。やっぱすごい力入りやすいですよね。ああ、肩ですか。なんか肩力入ってますよね。そうですね。細いのにこの肩甲骨が見えないっていうのがやっぱりちょっと良くないですよね。ここがもうちょっと出た方がいいと思うんですよね。どうですか、肩甲骨周り。気持ちいい。多分腰に関しては、ちょっと上げながらやった方がいいと思うので、大丈夫ですか？はい。はい。いかがですかね。気持ちいい。はい。ちょっときつかったですかね。痛いですか。ちょっと痛い。
なんとなくちょっと思うんですけど、はい、少し胸大きくなりました。あ、そうなんですよ。やっぱり、はい、やっぱりね、そう思いました。なんか最近ちょっと触ると痛いんですよね。成長痛ですか。成長痛。子供みたいですよ。よかったですね。はい、ね、大きい方がね、やっぱりありがたいです。ありがたいですよね。御の字ですよね。最初あまりにも痛いから、うん、なんか、はい、乳がんかする。いや、思いますよね。思います。あ、しこりだみたいな。でもね、なんか大きくなる時もやっぱり乳腺張りますもんね。あ、ラーメンやめてよ。それはちょっと分かんないですけどね。関係が。はい、でも多分ね、やっぱり胸も脂肪ですからね、全体にこう、あの、なんて言うんですか、体が女性らしくなってっていうことなんですかね。うん、多少こう今まで痩せすぎだったの で、 そうですね、胸に行かなかった分が胸に行くようになったんですかね。腕にはあんまり来てないんですか。そうですね、腕はあんま変わってないですけどね。でもいいんじゃないですか、やっぱりこう腕より胸があった方が。あまりアンバランスすぎるとまたなんか、あ、豊胸疑惑みたいな。確かに確かに。確かにバランスって大事ですよね。大事ですよ。うん、嘘くさく見えたらね、なんか本物なのにですよね。ねえ。やっぱね、なんだかんだ言ってこう結構天然にこだわる人もいますもんね。うん、やっぱ一回入れちゃうとなんかメンテナンスが。あ、そっかそっか。2年に1回通って入れ直して、忘れちゃいそうですね、2年とかですね。形が崩れたら急いで駆け込むみたいなことなんですかね。そんな財力が。ああ、確かにお金かかりますもんね。そっか、2年に1回とかなんですね。みたいです。ちゃんと形を整えたいなら、あれですもんね、それこそバランスっていうか、はい、こうちょっとやっぱりそこだけそのまんまって変ですもんね。胸だけまん丸みたいのはなんか年取ってきたのに変とかなりますもんね。おばあちゃんでそれだとおかしい。おかしいおかしい。むしろ目立っちゃいますもんね。あ、そうですね。ちょっと銭湯行けないからね。行けない。悪目立ちしますもんね。思想の美しさってありますか、ね、ありますね。自然な美しさってありますよね。うん、太りたくはないですけどね。そうですね、なるべく、まあ、なんか自分のベスト体重っていうかね、あの、うん、楽な感じで、まあ、綺麗に見える範囲でみたいな。ありますよね。なんかおばさんって極端な人しかいないじゃないですか。おばさんディスりが。なんか私結構銭湯行くから。ああ、なるほど、体型が、はいはい、確かになんか痩せっぽちか太ってるかみたいなね。そう、なんかミイラかサンタンバさんの人しかなんかいなくて。ああ、確かにあんまりいい体型 の、 おばさんっていないですよね。うん、なんか普通の人がいないですね。あんまり確かにね。あ、だから本当に、はい、私も確かに銭湯とかで人の体を見てると、はい、あの、やっぱ理想体型って難しいんだなって、そんな日本人はなかなかいないなって思いますね、うん、自分も含めて。やっぱこう異性に見られなくなるから気にしなくなっちゃうんですよね。あ、もうあるんですかね。やっぱ若い人はやっぱりそれなりに磨いてたりする感じですかね、年相応にというか。あー、そうですね。まあでもやっぱ肌質とかも変わってきますからね、もう重力に逆らえなくなるんじゃないですか。どん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 下にみたいな。うん、垂れますよね。そうですね。
れるのはいいんですよ、うん、お腹がすごい、そうですね、お尻のところも結構哀れな感じになっちゃいますよね。ああ、そうですね、嫌ですね、お尻が。確かにお尻もね、やっぱり丸みが欲しいですよね、うん、やっぱりいかに自分で手入れするかが大事になってきますね。大事になってきますね、やっぱりそれはすごいあると思います。やっぱり自分でやっぱりこうトレーニングしたりとかマッサージしたりとかしてますね、うん、されてる人はやっぱり綺麗ですもんね。でもなかなかできないですよね、正直。本当できないですね。ね、別になんかこんなめんどくさい思いするなら綺麗じゃなくてもいいじゃないかみたいな。確かに。そこまでのモチベーションが必要なことってあんまないですもんね。あ、まあまあいっかみたいになってきますよね。うん、なんか多少やってもすぐ変わるもんでもないですしね。そうなんですよね、継続しないと。そうそうそう、だからそこまで意識が維持できなかったりしますよね。一回二回はやっても、はい、ああもうめんどくさいみたいな。いつ変わるともわからないものをこれ以上続けるのは辛いみたいな。なりますね。美白クリームとかも私よく買うんだけど、ああ効果出ねえじゃん。わかんないですよね。わかんない、ね、うん、わかる。そう、いろいろ試してはみるものの、ね、いつも裏切られますね。ですよね、結構値段するんだけどね。高い割にはあんまりですよね。ねえ、3ヶ月つけてないと効果現れませんみたいな。その3ヶ月ができない。長い。3ヶ月長いですよね。90日毎日は辛いな。変わってないじゃないかって思う。そう、1週間ぐらいで変わってほしいですよね、せめて。そうですよね。硬いですね。あ、痛い。あ、二の腕。二の腕ね、良くないですね。肩がものすごい力が入りやすいので、よし、じゃあ、一旦とです、ね、こうグッと力入れてあげてください。グッとグッとグッともっともっと。上げてください。ギュッとギュッとギュッと耳につけるつもりでぐーっと1,2,3,4,5、はい、楽にします。 3回やるのであと2回、はい、ぐーっと耳の方に1,2,3,4,5、はい、楽にします。はい、あと1回ぐーっとぐーっと力入れて力んで耳の方に1,2,3,4,5、はい、楽にします。
まあ、もう一回こうさっきみたいにお顔のところにやるのやってもらっていいですか。あ、はい、はい、そう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 、やっぱり左の方が辛いですかね。あ、でもさっきよりはいい感じですかね。何も感じなくなってきます。あ、はい、今度仰向けでデコルテラインですね、はい、腰の方私もちょっとあれですかね、乗せておいていただいて大丈夫です、はい、結構なんですよね、仙骨部分がちょっと出っ張ってる感じなんですよね。指ピーンってしますね痛いですかそうでもないですね、うん、左の方が辛かったですか。あ、でもそこまで辛くは辛くもないですか、はい、うん、痛いですかね、うん、大丈夫ですか。気持ちいいですか。はい、お尻の方もやりますね。おお、痛いですかね。あ、痛い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 。ああああ、痛い痛い。痛い痛い痛い。足つりました大丈夫ですか腰痛い人やっぱお尻揉まないとなかなか、はい、腰だけ揉んでもなかなか取れないんで、
縦にやりますかね割れ目が見えないようにアースアースアースこれはなんか新しい世界が見えましたでも気持ちいいですよね。あ、はい、その時はお尻も結構痛くなりますね。お尻も凝るんですよね。ね。でもさっきより腰も柔らかさ出てきましたよ。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録をお願いいたします。はい、お願いします。